皆さんどうも久しぶりです。Five Nights at Freddy's 3プレイしていきたいと思います。なんかロードゲームが1話目からになっているので、多分これ1からやり直しですね。はい。なんで、とりあえず頑張っていきたいと思います。もう本当にどういうゲームだったか忘れてしまった。あ、そうだ、呼び出せるんだこれ。プレイオーディオでモンスターを誘導できるんだったね、これね。ちょっと電話もわかんないし、やることないしで、ちょっとあれなんで3夜目までちょっとカットしちゃいますね。よし。さあ、ということでお待たせいたしました。第3夜やってまいりましたね。なるべく電話を翻訳しやすいように、なるべく黙ってます、この段階では。はい。軽い解説だけをして。編集が大変なんですよね。Five Nights at Freddy's 3は、ウィキがあるので、非公式のね。非公式のウィキなんですけど、ウィキがあるので、そこで翻訳持ってきてます。あ、やべ、早い。エラーが早いぞ。ちょっと喋ってる余裕ないかもしれない。とりあえずエラーを対処しながら、翻訳しやすいように、ちょっと無駄なことは喋らないようにしていきます。まず誘導が大切ですね。あ、とりあえずここにいてくれてるから、カメラ14のここのダクトの線を閉めちゃいましょう。やることは同じ。電話が終わったらちょっと解説とかね、していきたいと思います。あ、終わった。電話が今日はちょっと珍しく早く終わりましたね。あのね、長電話男が。今日ちょっと、イライラしてまして。はい、どうでもいい話なんですけど、リアルでちょっと大雨で停電が起きたという。なんか、停電が起きて電気のエラーと戦って、またこっちで電気のエラーと戦わなきゃいけないのかという。はい、どうでもいいイライラですね。とりあえずこのイライラをゲームプレイにね、当てられればな、いいと思います。はい、これでいいパフォーマンスができれば最高ですね。このゲームは、カメラを見て、オーディオで敵を誘導しつつ、このエラーを直していくという。お風呂が沸きました。早くないですか、あんた。なんでお前、あ、ビビった。フレディか、お前。なんなん、今の。うわあ、あ、空調エラー、空調エラー、空調エラー。あ、やばい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 。怖すぎるよ、このゲーム。危ない。今のバルーンボーイは一瞬で閉じなきゃいけないやつだから、あ、いるね。よかった。マジで怖い。できれば今回は第5夜までクリアしたいと思っているので、はい。サクサクプレイを目指してやっていきたいなと思っております。と言いつつもしっかりもう3時まで来ているので、この調子で油断せずにやっていければ、まあ、サクッともう6夜までいけちゃうんじゃないかなと思っていますが、あまり油断のしすぎは禁物ということで、はい。頑張ってやっていきます。これね、2つ以上多分エラーが発生した時はリブートオールで全部更新しちゃった方がいいと思うんだよね。ここのダクトの線閉めちゃったから絶対こっちに来ることはできないと。ちゃんと対策を学んでいる。わかんないわかんない言って結局ね、第2夜目でもコツは掴んじゃってるんだよね、前回。難しすぎて、2夜目から。割と停電でね、真っ暗空間で過ごしてたんで、テンション低めです。スマホの充電が切れちゃったので、一回コンビニまでモバイルバッテリーを買わなきゃいけないという、買いに行かなきゃいけないという状況になりまして、大雨の中、ずぶ濡れになりながらコンビニに向かいました。はい。傘もなかったんで、ついでに買ってきました。はい、よし、クリア !OK! 3夜目はサクッと終わったね。で、多分さっきから、1夜目から実績がピコピコ更新されてるから、多分 Xbox のエラーで、一夜目からやり直し食らってるんだろうね。ということで。あ、最後のチカちゃん。これ動いたらさ、次のミニゲームどうなるんだろうね。とりあえず紫のフレディについていって、はい。ボニーくんとフレディくんの残骸が。はい、ありますね。で、ここエラー発生したら、あー、もうほんと怖い。ほんと怖いよ、これ。紫ボーイ。フォースナイトやってきました。はい。意外とあっさりだった。で、電話の間はちょっと翻訳しやすいように黙っています。で、オーディオをもう発生させちゃいましょうか。あ、の前に、ちょっと一回ダクトを閉めておいて。で、ここに誘導。オッケーオッケーオッケー。
ね、マジでビビらせんのやめて。怖いって本当に今の。今のマジで何？ハハ多分動きとしては変わらないんだろうね。ここに固定させるだけの動きで変わんないと思う。だから多分フォクシーのを見るためにあのカメラをカパカパしてた初代と2代目と変わんないと思う。あんまりやることはあんまり忙しい動きはしないと思う。一つだけあの線を締めてみたいな。最初の時って無駄な動きしがちだけど、まあ、後半さ本当にやることが少なくなっていくから。え、なんでそんなところにいるの、お前マジで。とりあえず誘導するよ。誘導するよ。オッケー、いい、行ったね。よし、今ちょっと待って、あいつどこ、こっちに移動してく、あ、ここに移動してるね。じゃあ次カメラ4に誘導。あっぶな、マジで危ない。めっちゃ近づかれてたわ。うまいこと負けたんだけど、ちょっとまだこのゲームの本質っていうものを理解できてないから、パターンでしか動くことができてないんだよね。で、次カメラ6に誘導。あ、なんでお前そこにいんの。ちょっと待って、終わったかも。ちょっと待って、ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいよ。なになになに、うわぁ、ほんとなにこのゲーム。ハロー、うわ、嫌がるし、こういう時は冷静に対処、ここにカメラを、カメラに、誘導できてないよね。誘導できてませんよね。じゃあ、ここかな、ここに誘導すればいいのかな。まだ侵入されてない。込まれてました。はい、さようなら、こんにちは、バイ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 ベイビーマイマイマイライ。え、ちょっと待って、本当に無理なんだけど、このゲーム難しすぎるって。あ、いるし。あー、終わった、さようなら。敵一体ってぬるゲーだろって正直思ってたけど、これ難しすぎる。オッケーオッケー、ここに誘導できてる。オッケーで、マップを切り替えて閉められてる、これよし、オッケーで、これでダクトの移動も遮ったことで移動の範囲が狭められた。リブトールでちょっと全部復活させていきたいと思います。慌ただしいな。大丈夫か、第5夜。あぶ、うわー、早すぎだろ。ちょっと待って、空調エラーが発生してるから、とりあえずこれを解消する。空調エラーってさ、多分視界妨害なのかな。違う、視界妨害だけだったら今さ絶対鳴らしてからの方が良かったよね。もうフレディ、ちょっと待って。フレディの対処法は何これ。何、出現した場合カメラ画面を開くことで対処できるって書いてあるんですが、今の、はい、おかしいでしょ今のは。あ、ここにいるね。オッケーオッケー。オーディオ、なんでお前2体いる、絶対いるよね正面にね。これどうすればいいね、これマジでどうすればいい。いるじゃん、お前、おかしいじゃん。ちょっと待って、ちょっと待ってマジで頼むマジで頼む。うわー、おかしいじゃんお前、ちょっとなんでだよ。ダクトの音したけど、今どっちに潜り込んでるかわかんないんだよね。あー、そっちか。誘導できる、誘導できる。あー、行った、オッケー。カメラ2に誘導、すかさず誘導。次カメラ3ね。オッケー。オーディオエラー、オーディオエラーの方が先だ。なんでお前いんの。ちょっと待って、これ無理だって、このゲーム無理ですよね。うわ、いるいるいる、ちょっと待って、判断間違えた。これ正面来たら、正面来た瞬間に、クリアした。むずすぎだろ、ほんとに。ちょっと待って、船普通より難しいかもしれない、ワンチャン。俺無理、ほんとに理解できないゲームって。苦手。え？なんかフォクシーになってるよ、次。そっか、フォクシーもいたもんね。これ初代かな？初代フナフなのかな、このマップは。フレディ、ボニー、チカと来て、そしてフォクシー。じゃあ5夜目は何なんだろうね。うわぁ、残骸が残酷に置かれていますね。残酷な。紫の悪魔。ちょっと待って、これ。小屋目クリアできたら嬉しいです。さあ、ちょっと頑張ってやっていこう。めっちゃ忙しくなると思う。から、とりあえず敵の存在を見つける。オッケー。カメラ8ね。オッケー。すかさずオーディオ鳴らしておいて。ごめん、ちょっとね、俺の声がうるさくて、翻訳できなかったら、マジでみんなに翻訳してほしいんだけど。みんなに翻訳してほしいんだけど、頭の中でね、もうなんとなくフィーリングでやってほしいんだけど、絶対5夜目は重要なこと言っている。絶対にこれ飛ばしちゃダメなやつだ。ここに誘導できてるかな。これさ、どっちかな、今どこにいるのかな。さっきと同じ要領でやっていければいいんだけど、あー、ここか。オッケーじゃ、もう一回こっちで鳴らすか。そしてエラー出たから、もう直す、すぐ直しに行く。で、そしてすぐオーディオを鳴らす。この繰り返しだ。マジで船振って作業芸だからさ、実況すること少なくなっちゃうかもしれないからごめんだけど、なんかさ、本来の船振だとさ、なんか流してる音声テープがバグったりしてホラー演出がされる。
マジで画面見てなくてよかった。絶対ここら辺にいるんだよね。終わったー、うわー、終わった。あー、そこにマングルがいる。あ、ちょっと待って、あ、やばい状態になっちゃう。リブートオールでとりあえず復活する。あー、あー、そういうことか。待って、これもしかして俺が今使ってるオーディオと同じくここにおびき出されてる。あー、第5夜もう今までの比にならないぐらい難しいかもしれない。で、次ここあたりで鳴らして、わー、正面にいた、やばい。とりあえずエラーを解消。この後すぐカメラ2の方でオーディオを鳴らす。もしくは正面に来ていたらカメラ1。カメラ2ね。オッケー。カメラ2でオーディオを鳴らす。あとだ。よし、うまく負けた。とりあえずカメラ4に誘導。ちょっと順々に押して。なんでそんなことすんだよ。ねえ、ほんとやめて。俺の産地削ってくるの、バリバリこういうので。終わった？うわ、終わった。ねえ、ほんとにむずい。カメラ10への固定は必須条件だ。固定しつつうまく厳格にやられないようにやっていくってのが今回のゲームのコツだな。エグジット。エグジット早く！オッケー。Hello?待って、わかんない。わかんない。あー、終わった、失敗。むずすぎだろ。無駄な動きはすんな。とりあえずカメラ5あたりで鳴らそう。うわー、もうマジで本当にやめて、精神削ってくんの。どこのダクトですか、これ。ここにいるから、あ、やべえ、近づかれ。うわ、一気にこれ。おー、もう入られたら終わりなダクトとかあるんだ。やばい。ここのダクトと直通だ。事務所直通のダクトとかあるってやばい、ほんとに。ちょっと待って、瀬戸内寂聴出てきちゃったんだけど。瀬戸内寂聴は出てきてない。このゲーム敵の姿が見えなかったらもう終わり的なところあるな。ね、マジでどこあいつ。ここか。カメラ2に誘導するよ。行くよ。行けたかな、これ。カメラ2行ってくれたかな。ワンチャン目の前来てる可能性もあるんだよな、これ。足音がするってことは。はい。今な、うわぁ！もうほんと怖い。あ、オッケー、カメラ3に誘導できてる、なんかうまく。Hello? 次カメラ4だ。よし。うわぁ、もうほんとに産地削ってくるのやめてもろて。あと3時間もある。クリアできる気がしないんですけど、これ。むずすぎ。いや、いる、いる、いるから、とりあえずカメラ1だな。まずカメラ1。カメラ1に誘導。あーよし。カメラ2だな、多分。言ってくれたと思う。多分、お利口だから言ってくれたと思う。もしかカメラ1に停滞してるか。移動してる。よし、移動してる。終わってんじゃん。俺はこの職について10年のベテランだ。上司から適当にオーディオいじっとけって言われている。俺はこの仕事のやり方を10年やっても一切理解していない。ただ俺は機械になり続ける。それをすることで精神がとても強くなったんだ。それだけでいいと思っている。よくねえよ。一気にカメラ10まで持ってって畳みかけるマップタングルで、とりあえずここのダクト閉めちゃって、ここに誘導。オッケー、ナイスタイミングで、オーディオエラー。ああ、もう本当に怖い。とりあえず閉じ込め。袋の中のネズミです、あいつは。とりあえず袋の中のネズミだから、ここでオーディオ鳴らしまくる。ああ、やばい。精神状態が不安定。マジでリアルで産地削られてる。え？ああ、いるのか。よかった、よかった。もういなくなったかと思った。カメラ9のところにいましたね。ダクトに入り込まずにこのまま移動してくれると助かる。あ、今一瞬いなかった。うわあ、もう本当にやめてほしい。オーディオだけ鳴らす、オーディオだけ。あ、オーディオエラーってこれ鳴らせなくなるやつだったんですね。これ厄介だな。一気に多分今ダクトに入り込まれたから、どういう対応を取ればいいんだろう。あ、いる。なんでお前、なんでお前そこにいてくれてんの。優しすぎだろ。マジでイケメン。で、エラーを確認しつつ、プレイオーディオ。よし。よし。この繰り返し、この繰り返しで俺は勝ちに行く。プレイオーディオ。オーディオのエラー。これを直す。足音が聞こえる。これもしかして近いとこある。いや、いる。ここにいる。ちょっと今回お利口さんだな、うさぎさん。多分、お化け界の上司の命令とかあるんだろうけど、ちょっとね、そこは我慢して頑張って、そこで頑張って待機してもらえると嬉しい。カメラ8にいる今。とりあえずカメラ9に誘導だ。カメラ10に一気に移動するんじゃなくて、多分一つ一つ移動させることが大切だから、プレイオーディオでもう一回カメラ10のところに戻す。よしよし、過去最高だぞ今。俺の頭フルチャージ。あ、ナイスリブートオール。ナイスタイミング。めっちゃナイスタイミングで全部のエラーが来てくれた。よし、全部治った。オッケー、これでしばらく猶予はできたと思う。カメラ9か今。オッケー、カメラ10でなら。よっしゃ。難しかった。はあ、ファイブナイツアットフレディーズ、進捗ありがとう。ということで。え？ねえ、これさ、クリアおめでとうございますの演出じゃないの？なんか泣いてる子供がいるんだけど、FNAF2 で出てきたパペットみたいな見た目してるんだけど、これ。なんか FNAF って本当にさ、裏設定がしっかりしてるから。え？いける！え？何やってんのお前。お前マジで何やってんの？金色の着ぐるみ。ちょっと待って、本当に何？あ、こいつ追いかけるんだ。え、何やってんの俺、本当に。本当に何やってんの？
え、なんか紫の男が逃げてるんだけど、この子供から。どういうこと？あ、乗り移った。え、どういうこと？金色のウサギ？ウサギなの？え、なになになに？着ぐるみかぶって自滅した？え、どういうこと？謎が謎を呼ぶ。え、消えた子供。え、なに、どういうこと？何バッドエンディングって。バッドなの？時間内に捕まえられなかったからダメってこと？ええー、あ、でもいろいろあるわ。エクストラ。あ、アニマトロニクスの情報が見れる。おー。はいはい。あー、確認した敵の情報が見れるんだね。あ、パペットだったんだ。俺がマングルだと思ってたものは。パペットもね、パペットでめっちゃ厄介な敵らしいんだよね。猶予時間が非常に短くて、なんか、一番危険だって。拘束されている間は暗転を繰り返すため、襲われてしまったらほぼ、殺されるだって。そういうのあるんですね。あ、ナイトメアモード。もうやりませんよ、僕。やらないから。やらないから。逃げさして。バッドエンドが何だったのかわかんないですけど、多分第6夜、第7夜クリアしたら、多分この星が3つに増えると思うので、ナイトメアモード挑戦してほしいという方は高評価を、よろしくお願いします。はい、ぜひ。まあ、僕もこの先気になるんでね、ちょっと渋らずやろうと思います。皆さんのご意見をお聞かせください。考察コメント待ってます。本当に。ね。はい。なんか、FNAF 3には、着ぐるみの中には子供の霊が閉じ込められているとか、そういう噂があったらね、最後の演出とかもしかしたらそういうのが含まれていたのかもしれませんが、真相は闇の中ということで、信じるか信じないかはあなた次第ですね。あー、もうちょっとほんとガバガバだから動画閉めるわ。だからやんないんだって。